わ、すっごい、すごい蚊。蚊というか、ブヨというか、すごいですね。匠ソフトです。私の撮影ポイント、よく来る、カメラの撮影ポイントですね。ここはね、夕日が当たったりすると、また格別にいいですね。これ、長山の匠ソフトの事務所の近くにあるんですよ。だからね、天気が良くなったり、夕日が綺麗だったりすると、もう飛んできちゃうわけですね。でこういうところのね、撮影をすると、ほんとね、いいですよ。マイルドセブンの丘とかね、行かなくても全然いいっていう感じ、そんな風に私は感じてます。ちょっとね、建造物とかが映らないようにこう角度をね、下げて撮らなきゃなりませんけど、あとちょっと私今汗だくなんで、蚊とかブヨがね、顔に舞ってるんですけどね、まあ、そんなの関係ないと、そんな感じで見てください、いつもだとスプレー持ってくんですけど、今日はちょっとスプレー忘れました。歩いてきたんで、まあそんなんで皆さん、ぜひ、長山の、私のおすすめの撮影ポイント、ぜひ一度来てみてください。それでは皆さん、ごきげんよう。